今日もお昼から座り込みを行いまして、そして夜の集会を始めていきたいと思います。本日の司会を務めさせていただきます、球場コアスナの石山奈穂子です。よろしくお願いします。本日から1週間みんなと共に力を合わせて共謀罪ここで食い止める、そのためにも力を合わせていきたいと思います。まず最初に国会に向けて共謀罪の廃案のコールを行っていきたいと思います。本日のコールは共同センターの福重さんです。お願いします。共謀罪絶対いらない、この声を全国の人に聞いてもらうつもりで声を上げていきましょう。共謀罪の新設反対、共謀罪の新設反対、言論封じの共謀罪いらない、言論封じの共謀罪いらない、強行採決絶対反対、強行採決絶対反対、テロ対策と嘘つくな、テロ対策と嘘つくな、市民の生活のぞき見するな、市民の生活のぞき見するな、刺激に進める法案いらない、監視社会を作らせないぞ、思想の自由を抑圧するな、表現の自由抑圧するな、表現の自由抑圧するな、思想の弾圧復活反対、思想の弾圧
代表いたしまして共謀罪の実行委員会の角田さんお願いします。皆さん今日もご苦労様です。私たちは安倍政権が目論んだ共謀罪法案を4月中に通過させるというそういう狙いをこの間の戦いを通して打ち砕いてきました。その結果共謀罪法案は今日まで衆議院法務委員会で採決されていません。野党の国会内における頑張りと市民の連携した戦いは約2週間にわたって共謀罪法案を衆議院法務委員会における審議というところに持ってきています。そして今追い詰められた安倍政権は問答無用とばかりに今週衆議院法務委員会で強行採決し衆議院本会議での通過を狙っています。私たちがこの数週間頑張り抜いた結果として今日の共謀罪をめぐる戦いが文字通り山場を迎えてきている迎えたということをはっきりと確認しようではありませんか。私たちはこの1週間衆議院法務委員会における政府与党の拙速審議強行採決の抗議と真っ向から対決してこれを絶対に打ち砕いていきましょう。共謀罪法案は国会内における審議で文字通りその問題点を全面的に暴露されつつあります。私は共謀罪法案の最大の問題の一つが中止の規定がないことだと思っています。誰でも言論表現の自由がある日本国憲法の下で法律に違反する法律に触れる行為をせざるを得ないところに追い込まれることがあるかもしれません。そのことを話し合って合意することがあるでしょう。特に組合や市民団体や労働争議や反原発の運動の中で建物の者の前で座り込みをしようとかそういうことを考えることはあり得ることであります。しかし共謀罪法案はそのことを確認して実行に移さなくても中止の規定はありません。法務委員会におけるかつての審議の中で共謀罪については中止がない。たとえある会議で共謀罪についてある法律に違反する行為について合意をして数時間後にそれはやめようということになったとしても共謀罪が成立することはあるということを政府法務省ははっきりと言っていました。私たちは人がいろいろなことを考えまた話し合い合意します。その行為を処罰しその行為を中止したとしても処罰する、こんなとんでもない共謀罪法案は絶対に認めることができません。廃案あるのみです。私たちはここまでに来た共謀罪廃案の運動
反対の戦いをはっきりと確認するとともに、本当にこの1週間全力を振り絞って衆議院法務委員会における審議をストップさせるために、法務委員会における強行採決を許さないために全力を挙げて戦い抜いていきたいと思います。あと1週間全力を挙げて頑張りましょう。私たち共謀罪の実行委員会も全ての皆さんと共に頑張って戦い抜くことを明らかにして挨拶に変えたいと思います。島田さん、どうもありがとうございました。それでは、各党の議員さんが駆けつけてくださっています。まず最初に日本共産党池内沙織議員です。お願いします。ただいまご紹介いただきました日本共産党の池内沙織です。昼夜を問わず声を上げ続けておられる皆さんに心から連帯のご挨拶を送ります。野党と市民の共同で心を処罰する憲法違反の共謀罪、断固廃案に追い込んでまいりましょう。明日が法務委員会の定例日となっています。参考人質疑が行われる予定。日弁連共謀罪対策本部副部長の海戸雄一さん、そして自由放送団幹事長の加藤健二さんをはじめ、貴重なご意見をお聞かせいただくことになっています。法務委員会で決まっているのはここまでの日程であり、それ以上でもそれ以下でもありません。なぜ18日に衆議院の通過などという報道があの新聞紙面上踊らせるような事態が広がっているんでしょうか。断じて許されません。現場で決まっているのは明日の参考人質疑まで。このような世論誘導は断じて許されないということを改めて強く言いたいと思います。自民党と公明党が、そして維新の会が修正合意なるものを行いました。しかしその中身を見ると、修正の何など値しない代物、取り調べの可視化をその検討を不足に書き込むというふうに言っていますが、皆さんこれ一体これで心を処罰する憲法違反の共謀罪の本質、少しでも変わるって言うんでしょうか。維新の会はカジノ法の時にも戦争法の時にも修正にもならない提案を行い、採決へと道を開いてきた、まさにお家芸、許されない暴走だと言わなければなりません。自民党の竹下国会委員長は、3党は足並みを揃えて法案を通そうという強い意思を示したなどと述べていますが、皆様、憲法に反する強い意思など国民はその発揮を求めていないということを私たちは言わないといけない。立憲主義を理解しない修正など何千回何万回繰り返しても憲法違反に変わりはありません。採決のための条件作り、この見苦しい慣れ合いを直ちにやめ、共謀罪廃案に憲法を守れという声、この永田町の隅々に響き渡らせていきましょう。共謀罪は過去3回廃案になり、そして今テロ対策という名のもとに再び国会に、三度四度国会に提出されている。しかし質疑の中で明らかなように、その憲法違反の本質に何ら変わりはありません。廃案こそふさわしい。質疑を通してもうボロボロ、皆さん声をさらに大きく広げて、憲法違反絶対に許さない、心は自由だと、私たちの心を縛ることは誰にもできないという声を広げに広げ抜いていきましょう。最後に、私は1925年の帝国議会を思い出さずにはいられません。その時生きてたわけじゃありませんが、あの帝国議会の時にも治安維持法が議論をされて、その時の政府も一般人が対象になるのは甚だしき誤解、このように答弁してた。しかしあの治安維持法のもと、宗教者の皆さん、そして市民団体、学生サークル、私たち日本共産党の先輩も多くが
拷問の犠牲となり命を奪われました。小林多喜次もその一人。私は多喜次の人生を知り政治を変えたいと日本共産党に入党しました。多喜次の命は奪っても心は皆さんの中に息づき、反戦平和主権在民、この願いは今も多くの国民の中で燃えています。憲法を揺るがす、壊してしまう安倍政権に退場の審判を、共謀罪廃案に最後まで戦い抜きましょう。まだまだこれからが勝負です。ご一緒に力を合わせましょう。ありがとうございました。それでは続きまして、社民党の又市誠二議員です。お願いします。どうも皆さん、こんばんは。社民党幹事長の又市誠二です。国会での論戦や皆さん方の行動などを通じて、この共謀罪の本質がだんだん分かり始めた。はじめは残念ながらこのテロ対策だと言われると、前の戦争と違ってテロ対策だとしょうがないんじゃないかと、こんな風に思ってた人とか大変多かったんだろうと思います。しかし例え話で申し上げるならば、労働組合やあるいは漁民団体や市民グループが原発を作るのは反対だ、新しい基地を作るのは反対だ、これを阻止しようではないか、そんなことの相談は当たり前のことであります。問題は組織的な犯罪集団だとこういうわけですが、労働組合はもともと組合の生活や権利を守る、平和を守る団体ですけれども、目的がその基地に資材を、あるいはその原発を作ろうとする資材をそこに運び込もうとすることを阻止をするとなると、これは組織的な威力業務害に当たる277の犯罪の中の一つです。そうするとそのことを阻止をしようと相談をした、たまたま現地はどういう状況になっているか下見もした、準備行為で、それでもはやこれは労働組合や漁協の性格が組織的犯罪集団に変わってしまう、一変する、実はこう言ってるわけですから、一般市民が関係ないとか労働組合が関係ないとか冗談じゃありません。みんなその対象になるんです。そしてそのことを立証するためには、先ほど来お話があるように徹底して事前からどうも怪しいぞ、それこそ室内盗聴、皆さんのメールやそんなものも全部盗聴する、盗撮をする、内定をするということが事前からやられて初めて証拠集めができる。だから総理で1億総監視社会になってきますよということが、だんだん私たちの訴えが国民の中にようやく広がっていった、こういう状況です。国会は今共産党さんから話がありましたように、それこそ参考人質疑をやって、できれば彼らは17日にもこれを強行したいというふうに思ってるんでしょう。そして直ちに衆議院で本会議にかけて参議院に送ろうということのようですけれども、なんとかここまでお互いに院外の力、院外の力を合わせてここまで押し戻してきた。ですから全力を挙げて頑張っていく。さらに相手は場合によると参議院でも1ヶ月では通らないかもしれないから、会期6月18日までの会期を延長してでもやろうか、こういう構えも一部伝えられますけれども、やっぱりもっともっと広げて何としてもお互いにこれ阻止しようじゃありませんか。いずれにしてもこの安倍政権、本当に危険でしょうがない政権です。5月3日70年目を迎えた憲法記念日に、最も誰よりも憲法を尊重しようとする義務を負っている総理大臣が、2020年に新しい憲法を施行しよう、憲法9条に参考以降に自衛隊を明記しよう、こんなことを言ってのける、全く憲法と関係のない高等教育の無償化案件と、これ昨日の日曜討論の中でも私申し上げましたが、私たちが2010年に
連立政権を組んでて高等学校の教育無償化を2010年に法律を作った時にばらまきだと言っても最後まで反対したのは自民党なんですよ。その総裁がよくぞこんなことを今言うわということで、自衛隊を3校に限れれば2校には皆さんご存じの通り戦力の保持と書いてある。戦力の保持と3校以降に自衛隊を書くことはますます矛盾が広がる憲法違反だということになりませんか。こういうデタラメなことを言うのもこれまた残念ながらもう8割9割の国民の皆さんが自衛隊の存在を認めてるからそこに乗っかって書けばいい、こういうことなんでしょうけども、この自衛隊、これは明らかに今の現状の自衛隊は違憲です。少なくとも日本が旧約不正の侵害を受けた場合に備えて自衛隊というものを置いた、あくまでも個別的自衛権の範囲ならば、専守防衛の範囲ならば、それはまあ少しは認めてもいいという国民が多いはずですけれども、領海、領空、領土を超えて、今や海外へ展開をしていく自衛隊の現状というのは、明らかに憲法違反です。そういう自衛隊を9条に書き入れるということですから、戦力の保持と全く矛盾をする。いうことなわけで、論理もへったくれもない。だけどもそこに書いて堂々と矛盾しても何でもいいから集団的自衛権で海外に出ていく自衛隊を憲法に書いて、次にまた憲法改正をもう一度やって整合性取れるものにしたらいいじゃないか、こういう発想でいる。全く憲法というものは政治権力を縛るものだという立憲主義を全く度外視をしている。このことも理解をしない総理大臣、早く辞めさせるために前から申し上げてますが、なんとか次の解散総選挙では3分の2を割らせて、ということは自分で憲法改正の発議ができなくなるわけですから、安倍退陣に追い込んで、そういう展望を持って皆さんさらに力を合わせていこうじゃありませんか。以上、社民党からの皆さんに対する連帯のご挨拶にいたいと思います。頑張りましょう。大きな拍手、連帯の拍手をお願いします。今週1週間共に頑張りましょう。そして憲法を守るためにこれからも共に頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。それでは、本当にここで司会が話が変わるといつも皆さんにカンパのお願いしなきゃいけなくて心が痛むのですけれども、カンパのお願いです。今週1週間、そして明日は、日比谷野外音楽堂で、夜から、共謀罪戦っていくためにも、宣伝物ですとかチラシを作るのに、さまざまなところでお金がかかります。カンパ隊が回りますので、本当に毎度毎度毎日のように申し訳ありませんが、カンパよろしくお願いします。それでは、コールをもう一度開けていきたいと思います。石毛さんお願いします。対決ありきのデタラメな国会質疑をやる国会議員にこの声を届けていきましょう。共謀罪の新設反対、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 言論封じの共謀罪いらない、言論封じの共謀罪、共謀罪いらない、テロ対策と
ました。どうもありがとうございました。それでは連帯発言に移っていきたいと思います。まず最初に東京弁護士会憲法対策委員会委員長代行の菅さんです。お願いします。うん、はいはい。最初でただいまご紹介に預かりました東京弁護士会の憲法問題対策センターの本年度委員長代行しております菅でございます。名前は菅なのでどっかのその官房長官と同じ名前ですが、あの内容は全然違うです私たち東京弁護士会、東京弁護士会だけではなくてですね、日弁連、関東弁護士連合会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会も含めて東京にあります弁護士会はですね、これまで皆さんと共にですね、安全保障法法制に反対するこの集会にはあのできるだけ毎回出てまいりました。今回のですね、共謀罪法案、これに対してもですね、我々は弁護士の立場としてきちんと言うべきことは言う、運動に連帯できる範囲では連帯する、今の連帯できる範囲ではと申し上げましたのはですね、実はあの弁護士会というのはですね、難しいところもございまして、あの先ほどのプレスコールの中でですね、なんとか、首相は愛人というかですね、そういうようなところにはですね、大きな声であのシプレスコールにあの昭和できない、できにくいというようなですね、限界もあるんですね。私たちの団体はやはり公共的な立場というのもありますので、特定の政党に対して特定の発言をするのはいかがなものかという、すごくまともな批判がこう来てしまうわけです。私たちがきちんとですね、あのこういう運動に連帯していくためには海外のそういうふうなあの偏らないようにというふうなですね、ブレーキに対しても配慮しながら、連帯をさせていただかなきゃいけないという、ちょっと恥ずかしいような難しいところもございます。それでこの共謀罪に関するいろいろなですね、憲法上の問題というのはすでに議員の先生方もいろいろおっしゃってくださいましたけれども、その中で権力に対する批判的な行動、これに対する内定や、捜査、これがそういう健全な批判を萎縮させてしまうのではないかという懸念が表明されております。この権力に対する批判というのはですね、けしからんというふうに思われる方が中にはいるのかもしれませんが、これはですね、健全な民主主義社会では当たり前のことです。権力はですね、全て乱用される危険性を内包しているのは当たり前のことです。この乱用される危険性がある権力に対して健全な批判をするのは、これも当たり前のことです。こういうですね、健全な批判があってこそ民主主義社会におけるきちんとした言論、内容のある言論が豊かなものになっていくわけです。私たちはですね、司法試験の憲法という科目を勉強するときにですね、表現の自由、憲法21条の勉強をするときに、精神的な自由、表現の自由に対する制限、これは非常に危険の疑いがある制限だと厳しい目で見なければいけない。経済的自由に対する制限よりも厳しく見ていかなきゃいけない。これはあの二重の基準とかあの言われているんですが、皆さんもご存知だと思うんですが、この精神的自由に対してですね、何らかの制約がなせるときには基本的に憲法に違反しているという疑いを持つべきである。表現の自由、精神的な自由が侵害されてしまうと、健全な批判に基づいてあらゆる権利や自由を回復していく道が閉ざされてしまう。表現の自由はあらゆる権利や自由に対する制約をストップさせるための我々にとっての大事なツールである。そういう考え方から、精神的な自由に対する制限は基本的に許されないということを勉強してまいりました。そういう意味ではこの共謀罪法案はその精神的な自由に対する強い制約になる可能性がある。そういう意味で憲法の基本的なところを大きく損なう、そういう恐れがあると我々は考えております。そしてこれまでですね、
例えば、武器輸出禁止に関するですね、この三原則、これが防衛装備移転三原則というふうな名前に変えられたりとかですね、ネーミングがいろいろな形で中身を見えにくくしているという問題があります。今回もテロ等準備罪という名前で共謀罪法案である中身が非常に見えにくくなっている。そして適切でない例を挙げて国民に対して正しい内容を伝えない。こういうやり方では国民が正しくこの法案の中身を理解できないうちに曖昧なまで整理してしまう恐れもあると思います。こういうやり方に対してはですね、やはり堂々としてない、正しく正面から議論していくべきだ、こういうふうに私どもは思います。私どものですね、連帯の活動が、皆さんから見ると歯がゆいところもあるかもわかりませんが、先ほど申し上げましたような、やや我々の組織としての微妙な分がありますので、歯がゆい思いをさせてしまうかもわかりませんが、しかし重要な分ではこれからも連帯してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちもしっかりと弁護士の皆さんを応援することで、皆さんも歯がゆい思いはしなくなると思いますので、皆さんしっかり応援していきましょう。本当に弁護士さんのいいすご参加でした。ありがとうございます。それでは今日は15日です。ですので沖縄の平和行進に参加された富永さんから報告と挨拶をお願いしたいと思います。お願いします。皆さんこんばんは。5月の12日から14日まで沖縄の現地では平和行進が行われてきました。私もそれに参加をしましたので、今日急に振られてまとまりませんけれども、皆さんにその戦いの報告を簡単にして、今後とも沖縄とこの共謀罪の問題も根は共通したものがいっぱいあると思いますので、共に戦う決意を述べさせていただきたいというふうに思います。沖縄の平和行進は、復帰45年、ちょうど5月15日が復帰45年でございますけれども、沖縄県民が望んだ復帰ではなかったものになってしまったわけですけれども、全国から約2000名が集まって平和行進が行われてきました。南部コースとそれから中部コースに分かれて、出発地は、読谷村の村役場が中部コース、それから南部においては南部戦績のところから出発するということで、行われてきました。総キロ数は約70キロ、2日間にわたって行われてまいりました。集結地はオール湾のあの辺野古の基地をの建設地がちょうど見渡せるところの瀬坂対岸というところで、14日に県民集会ということで開催をされたところであります。主催者を代表して山城博司さんが、不当な5ヶ月間にわたる交流の中で決してくすぐることなく意思を曲げずに、決して心折れることなく戦い抜いてきたその山城さんが、その自分たちのこれまでの戦いの報告を力強くその集会でも語ってくれました。で、彼が語ったことによれば、自分が取り締まりを受けたときに、誰々と共謀しただろう、みんなと共謀しただろうと、何度も共謀したことを問い詰めるような取り締まりがあったというふうに報告をしたところであります。この共謀罪の先取り的なものとして、山城さんが不当に逮捕され、長期の拘留がされたというふうに本人も報告しているところでございます。復帰から45年、今なお基地の重圧によって沖縄県民の経済発展は阻害されているというふうな報告も、名護市長の方からも報告があったところであります。いずれにしましても、この共謀罪の問題は沖縄の反基地闘争の戦いを共謀罪を新設することによって
これは反基地闘争をもう押し潰していくものではないかというのが、現地の沖縄の戦いの中からも報告がされたところであります。私たちはこの問題を決して諦めることなく、くじけることなく、引き続き何としても廃案に追い込むために戦い抜いていかなければならないだろうというふうに思っています。沖縄の現地の戦いも決して屈することなく、本当に力強いアピールとして、その県民集会も大成功に終わったところであります。ぜひ皆さん、沖縄の戦いにも心を向けて、そして現地の辺野古の戦いにもぜひ今度からも参加をして、私ももう十数回参加しておりますけれども、引き続き沖縄にも目を向けて、この共謀罪の問題、それから戦争法の廃止を求める戦いと一体となって、野党共闘の力と市民の力を連携を強めて、ぜひ来るべき総選挙においても、この野党共闘の力をさらに発展されて、本格的な野党共闘を追求することで、ぜひこの暴走を続ける安倍政権をストップさせる、このような戦いを引き続き粘り強く、決して諦めることなく追求していかなければならないと思います。私自身も沖縄の集会で得たさまざまな勇気や力や、そして励ましの言葉を受け止めて、今後とも力強く頑張っていきたいというふうに思っています。皆さん、ぜひ共に頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。沖縄と連帯して、私たちも座り込みをしています。沖縄と連帯の座り込み、そして共謀罪を止める、共に頑張っていきましょう。申し訳ないんですけど、連日の行動でマイクを過剰に労働させてしまって、ちょっと電池が切れそうなので、電池の交換をさせていただきたいと思います。少々お待ちください。今度こっちの電池それでは電池を交換しましたので、まだ引き続き行いたいと思います。それでは続きまして、今後の行動提起を県議員会から勝島さんです。お願いします。少し肌寒い空気の中で、今日はこの時間まで500人の仲間がこの議員会館前で集会に参加をいただきます。私の呼びかけに積極的に応じていただいた皆さんに、まず心から感謝を申し上げたいと思います。また今日は12時から昼休み集会をこの会場で、そしてまた1時半から4時まで整然とした座り込み行動も行ってまいりました。そしてこの夜の集会へとつなげてきたわけでありますけれども、それぞれの集会の中で、国会議員の皆さんからも訴えられた中身は、いよいよこの共謀罪が今週大きな山場を迎えるのではないかということでございました。衆議院の法務委員会の日程、本会議の日程から言っても、この1週間が私たちにとっても大きな山場であることは確実であります。したがってこの1週間、私たちがさらに戦い抜いて、この共謀罪を廃案をする、廃案に追い込む、そのための行動について 2、3 私の方から提起をさせていただきたいと思います。まず一つ目の課題は、5月の12日昼休み集会で提出をいたしました61万筆の署名であります。続いて数多くの署名が私ども事務局にも寄せられておりますけれども、いよいよ戦いの山場に向けて、この署名、眠ることなく、ぜひ集約をお願いしたいと思います。そして近い時間にこの署名を提出をし、法案、廃案に向けての大きな力にしていきたいと思います。2つ目の課題は、今申し上げましたけれども、先週の金曜日から昼休みの行動、そして午後の座り込み行動、そしてこの夜の集会が続けられてまいりました。今週明日以降もこの3つの時間帯での、この場での集会を継続をしていくことになります。
引き続いて多くの仲間の皆さんとこの場に改めて結集をお願いしたいと思います。そして3つ目の取り組みは明日の夜の行動についてであります。明日はこの場所ではなくて日比谷野外音楽堂で野党立憲野党の議員の方々にも数多く参加をいただいて私ども市民や労働組合と一体となった集会を開催をし共謀罪を葬るための大きな規制を上げてまいりたいというふうに思っています。はい、ぜひ3000人をキャパとする日比谷野外音楽堂ですけれどもその外の会場も有効に使えるくらい多くの仲間が明日の日比谷の集会に結集いただくことこのことをお願いしたいと思います。はい、時間的にも大変厳しい困難な戦いを私たちは迎えています。しかし私たちと同時に相手方も困難な苦しい時間を迎えているのではないかと思います。勝負は諦めない心くじけない心最後まで戦う気持ちだと思います。それぞれ今集まりの皆さんが諦めない気持ちで今日も大敗に向けて戦うことをお願いをし最後の行動提起とさせていただきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それでは明日にまた向かってもう一度声を上げていきたいと思います。お願いします。共謀罪反対絶対諦めないこの声を届けていきましょう。共謀罪の新設反対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 。言論封じの共謀罪いらない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 。テロ対策と嘘つくな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 。市民の生活のぞき見するな。市民の生活市民の生活のぞき見するな。市民の生活のぞき見するな。告げ口進める法案いらない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 。監視社会を作らせないぞ。監視社会を作らせないぞ。監視社会を作らせないぞ。社会を作らせないぞ。思想の自由を抑圧するな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 。表現の自由抑圧するな。表現の自由